はい、おはようございます。 J カズです。今日はですね、中山骨董市に来てます。ちょっと天気は残念な感じですけれども、午後に向かって晴れていくっていう予報なんで、大丈夫でしょう。中山骨董市は4日間あって、今日は2日目なんですけど、昨日は雨が降っちゃって中止となりました。ちょっと残念なんですけど、今日は今後ろ見えてるのが祖師堂なんですけど、いつもこの祖師堂の周りにあのお店が出てるんですけど、あの今こう改装中かな。この足場がすごいことになってて、これも結構見ものかなと思ったんですけど、なんでお店の方はあの参道の方に、移動して出店されてます。ということで、今日も見ていきましょう。こういう建物の改修ってこういう足場になるんですね。あんなに高さが必要なのかな。でもあそこまでこの位置まで足場を立てるとなると、こういう角度にならざるを得ないのかな。境内はすごい手入れがされてて綺麗です。これ今ブンブン鳴ってるのはブロワーの音ですね。これ買わなきゃだめ、これ買った方がいい。おはようございます。中身入ってるな、これ。
これいいね。ちょっと家で使えるかなと思ったけど。
これもね、ここにいたのまだいる。あった？どこに？どこに？あった。はい、では今日の買ったもの紹介です。まず一つ目がこちらのバチですね。まあ、ただのバチといえばバチですが、こんな風にゴムかな、革ですかね、こんな風に丸めて作るもんなんでしょうか、ちょっとわからないですが、まずこちらを買いました。そして次にこちらです。赤と青の何でしょうか、これはソースと醤油と書いてあります。まずここを外してここに液体をソースと醤油を入れることができます。そして分解することもできます。よっ。まあ、逆にしちゃったりしてね。よいしょ。なんかあんまり使いたくない感じのデザインです。そしてもう一つがこちら。メガネ。横にこう布がついてるので、ダストゴーグルらしいです。これ二つちょっと紐で取れちゃったのかな、一度。紐で結び直してあります。まあかなり適当に結び直してありますね。結構古いものですね。以上3点買いました。はい、ということで、今回は、千葉県市川市の中山骨董市の2日目、に行ってきました。まあ、初日は残念ながら雨で中止でしたけど、二日目は、そうですね、お昼前、10時ぐらいからかな、結構晴れてきて、人出もかなり増えてきました。ソシドの、改修工事かな。あれが、まだ、すぐ終わらないみたいで、そりゃそうですよね。
まあ、2、3年かかるみたいなんで、今日みたいに参道にお店が並ぶっていうスタイルは、まあ、しばらく続くのかなというところですね。以上となります。ご視聴ありがとうございました。またの動画でお会いしましょう。バイバーイ。